どうも、サッサンでございます。以前、こちらのマウス、ロジクールの MX マスター3っていう製品なんですけど、これをレビューした時にも言ったんですけど、このマウスと一緒にですね、ロジクールさんにこのキーボードも送っていただきました。これがロジクールのクラフトっていうキーボードで、見てわかる通り、左奥にですね、結構大きめのダイヤルがついてて、これでいろいろクリエイティブな作業を行えるっていう製品なんですよね。本当はね、この MX マスター3と一緒に MX キーズっていうキーボードが一緒に発売されてて、それもね、一緒にレビューしませんかってことだったんですけど、俺的にはこのダイヤルがついたクラフト、これの方が使ってみたいっていうことで、こっちをですね、送っていただきました。ちなみに発売は結構前で、2年ぐらいも経過してるやつなんですけど、まあでもね、一応現行モデルだし、見た目もね、かなりかっこいいんで使ってみたいなと思って、ということでね、本日はこのキーボードレビューしていきたいと思います。はい、じゃあ早速このロジクールクラフトを開封していきたいと思います。オープン。おお、かっこいいね。やっぱりこんな感じでございます。めちゃめちゃスタイリッシュだな。ちなみに普段俺が動画で紹介するようなキーボードはですね、ゲーミングキーボードなんでメカニカルスイッチを採用しているものが多いんですけど、こちらはですね、ゲーミングキーボードではないです。で、キーはパンタグラフっていう、よくノートパソコンとかに採用されているような結構薄いタイプなんですよね。で、これね、キー一つ一つがね、真ん中くぼんでるんですよね。これね、多分指がフィットするようになってんのかな。うん、ちょっと後でちゃんとタイピングしてみようと思いますけど、触った感じね、結構いい感じ。まあもちろんね、メカニカルのカチカチ感っていうのはないんですけど、多分ね、長時間文字入力する人だったらね、こっちの方がいいと思うんですよ。まあ俺はね、ブログも結構書くんで、こういうのの方がね、結構いいような気はしますね。で、この左奥にあるダイヤルは、こう回すとカチカチするタイプのダイヤルですね。で、これ押し込むこともできますね。ボタンにもなってます。で、10キーの奥の方に、これはね、電源スイッチと、充電用の USB 端子、タイプ C ですね。いや、2年前の製品なんですけど、これタイプ C だからね、良かったわ、本当に。もう最近はね、タイプ C の製品増えてるんで、ケーブルがね、混在したら嫌なんで、これはね、本当に良かったと思います。はい、で、裏側はこんな感じになってて、横から見るとね、この奥の方がもう段差になってるんですよね。まあ角度的にはね、結構いい感じかなと思います。で、滑り止めが奥2箇所の手前3箇所についてますね。で、結構ね、重さはあるかな。まあデスクトップ用のキーボードなんで、まあある程度重さがあった方がね、ずれたりしないで安定性はあるんじゃないかなと思います。この前ね、MX マスター3レビューした時に、ロジクールフローっていう機能を使ったんですけど、まあ、どういう機能かね、今簡単に説明すると、2台のパソコンにこのマウスをつないで、マウスカーソルを画面端に移動すると、もう1台のパソコンにね、このマウスが勝手につながって、もう1台の PC 操作して、画面端に来ると、またもう1台の PC にマウスカーソル戻ってきてみたいな、複数の PC を操作するときに便利な機能なんですよ。で、このクラフトは、ロジクールフロー対応のマウスと組み合わせて使うことで、このマウスがもう一方の PC に移動すると、このキーボードもね、自動的に移動できるみたいな機能があるんで、俺的にはね、複数の PC で作業することもあるんで、この機能にね、結構魅力感じてるんですよね。これもね、後でちょっと試したいと思うんですけど。で、あと付属品もね、見ちゃいましょうか。まずこれが、充電用の USB Type-C ケーブルですね。はい、で、こちらが PC とワイヤレスで接続する用の、2.4GHz の USB レシーバーですね。ちなみにね、これ使わずに Bluetooth で接続することもできるようです。はい、で、これが保証書と、あ、クイックガイドもね、ついてますね。今、クイックガイド開いたんですけど、クイックガイドめちゃめちゃ簡単な説明しか書いてない感じ。このくらい書いてればね、まあ、使い方わかるかもしれないですけど。はい、じゃあこちら、実際にパソコンにつないで、ちょっと文字入力試してみようかな。ちなみにね、これロジクール製品のいいところなんですけど、このね、MX マスター3にも、こういう USB レシーバー付属してたんですよね。で、今これ使って、これをね、デスクトップ PC につないで使ってるんですけど、ロジクール製品はこの USB レシーバー一つに複数のデバイスを接続できるんですよ。MX マスター3に付属してる、もうパソコンにつないでる USB レシーバーに、このキーボードもね、一緒に接続できるんですよね。今ね、この MX マスター3が一番としてデスクトップ PC に認識されてます。で、クラフト付属の USB レシーバー、これはね、今繋いでない状態です、パソコンに。で、このクラフトを MX マスター3のレシーバーに一緒に繋ぎたいんですけど、はい、今ロジクールの専用ソフトのロジクールオプションズ起動しました。で、この画面で左下のデバイスの追加を押して、このデバイスの追加を押します。で、電源を入れてくださいって書いてるんで、このキーボードのね、電源入れます。
てお使いのクラフトのペアリングが完了しました。めっちゃ簡単じゃないですかこれ。これで MX マスター3の USB レシーバーにこのキーボードももう一緒に繋がったんですよ。これね、 USB ポートを無駄に潰さないっていうメリットもあるんで結構いいですよね。ちなみにね、これバックライトが、センサーで反応するようになってて、今ねこうやって光ってるんですけど、しばらくすると消えます。こうやってでもう一回手を置くとこんな感じ、結構いい感じですね。かっこいいねこれ。ちょっとせっかくなんでね、文字入力してみたいんですけど、俺がただタイピングしててもつまんないと思うんで、これでね皆さんが私サスさんとタイピング対決できるようにしましょうか。皆さんこれ知ってます？ゴーストタイピングっていうやつ。俺のゴーストを残せるんですよ。ちょっと ID 登録したいと思います。はい、サスさん1002でログインしました。これで、俺がこのタイピングゲームを1回やって、ランキングにねゴーストを作りたいと思います。じゃあ行きます。夜の空、やべ難しい。OK、 どんなもんでしょうか。8532、これ高いのか低いのかちょっとよくわかんないんですけど、8532、サッサン1002いますね。スピードが 5.488、 ちょっとねこれランキング随時更新されるみたいなんで、俺が抜かれちゃう可能性っていうのはあるんですけど、8532より下ぐらいにね多分いると思います。時間がね 5.488 なんで、探して対戦してみてください。タイピングはね結構やりやすいなこれ。はい、じゃあ次なんですけど、ロジクールオプションズでどんな感じで設定できるのかっていうのもね、ちょっと見ていきたいと思います。あ、まずいつも出てくるチュートリアルみたいなやつですね。すげえ、コントロールホイールタッチに対応するんだって。これセンサーついてるのか。これでね、普通に音量とか変えたりもできるみたい。コントロールホイールを回して選択した機能を使用。コントロールホイールは使用しているアプリや選択したツールに適用します。これは多分ソフトごとに設定を変えたりとか、まああらかじめ用意されてたりするんでしょうね。コントロールホイールをタップして機能を瞬時に変更。なるほどね。クラフト用に最適化された7アプリを検出しました。まあ俺で言ったら、Adobe の Acrobat とか、Chrome、Microsoft Edge とか、あと Office ソフト。こういうのはね、あらかじめどんな感じで操作できるのかっていうのがね、あるんでしょうね。はい、じゃあインストール完了したんで、スキップで。で、これがトップ画面なんですけど、まずね、このキーボードタブで標準のファンクションキーとして F1 から F12 を使用って書いてますね。これどういうことかというと、これ今ね、輝度を上げる下げるとか、タスクビューとか、ま、いろいろボリュームの調整とかあるんですけど、普通のキーボードってファンクション押しながらだと、こういう機能使えて、ファンクション押さなかったら、例えば文字入力して F7 を押すとカタカナに変換とか、そういう機能があるんですけど、なんかね、逆になって、てるんだよね。俺的にはねこれチェックした方がいいんじゃないかと思いますね。これちなみにさ、なんかマクロ的なことができたらいいんだけど、できんのかな。もしかしてできるかもしんないね。キーストローク割り当てとかあるもんね。例えばさ、アプリケーションを追加ってやってパワーディレクターにして、パワーディレクターの時だけキーストロークで、コントロール T とかさ、あ、できるっぽいね。これめっちゃいいわ。俺編集ソフト使うときによくキーボードのショートカットを多用するんですよ。なのでこうやってソフトごとに割り当て変えれるっていうのはねめっちゃいいっすね。これ今コントロール T になったけどさ、すべてのアプリケーションにしたら戻るんでしょ。あ、やっぱり。この機能はマジでありがたい。はい、続いてコントロールホイール行きましょうか。デフォルトでは回すで音量調整。押すと、メディアの再生と一時停止。で、押す&回す音量。これは一緒みたいになってんのか。これ多分変えれるんだろうね。起動、メディアコントロールってあるんですけど、あ、やっぱり色々ありますね。カスタムキー、ズーム、タブ切り替えとか、水平スクロールとか。俺的にはね、水平スクロールがいいんじゃないかと思うんですけどね、回すは。で、あと、押すも一応色々あるな。ミュートがいいな。で、押す、回す。とりあえずこれは音量調整でいいか。はい、で、続いてこの Easy Switch ってやつなんですけど、これどういうことかというと、インサートとかホームとかの上の方に1番、2番、3番っていうキーがあるんですよ。これを押すことによって、現在ペアリング中の PC をね、簡単に切り替えれるんですよね。
なので、例えば今はこの1番に現在つながってるこのデスクトップ PC になってるんですけど、ノートパソコン持ってきて、2番に付属のレシーバーとかでつなげておくと、まあボタンでね、簡単にキーボード接続を切り替えれるみたいな感じだと思うんですよ。まあ俺の場合はね、MX Master 3も使ってるんで、そのマウスでマウスカーソル移動してパソコン切り替わった時にキーボードもね、一緒に切り替わってほしいんで、このボタンで切り替えはね、あんまり使わないかもしれないですね。はい、じゃあ続いてなんですけども、ロジクールフローでこのマウスとキーボードが連動して PC 間を移動できるのかっていうのをね、ちょっと試してみたんですけど、結果から言うとこれもね、普通に動作しました。今動いてるのがデスクトップ側にマウスカーソルがあるんですけど、これをね、右側にやると、はい、こんな感じでね、ノートパソコン側にマウスカーソルが来るんですよ。まあ、これがロジクールフローなんですけど、例えばね、今デスクトップ側にマウスカーソルがある状態で、このキーボードを入力すると、はい、こんな感じでね、デスクトップ側のキーボードとして動作してるんですけど、マウスカーソルをこう移動させて、今ノート PC 側に、来ました。で、この状態でキーボードを入力すると、今度はね、ノート PC 側のキーボードとして動作するみたいな感じなんですよね。前の動画でも言ったんですけど、俺 MacBook を今度購入しようと思ってて、MacBook とデスクトップ PC、Windows のデスクトップ PC で並行してね、多分作業するっていうことが今度から出てくると思うんで、この機能はね、本当に嬉しいです。これで、例えばね、データのコピーとかも簡単にできるんで、画像ファイルをコピーして、デスクトップに行って、貼り付けるみたいな。こういうこともね、今ちょっと左側に行っちゃったんですけど、こういうこともできるんでね、結構これは利便性高いと思います。はい、ということで今回はこちらロジクールのクラフトのレビューでございました。冒頭でも言ったんですけど、これキーがパンタグラフなんですよね。なのでやっぱりゲームに使うんだったらメカニカルとかの方がいいと思うんですけど、まあもちろんね、ゲームに使おうと思えば使えるんですけど、どっちかというと仕事で文字入力多いとか、まあ俺で言うとね、動画編集だったりとか、まあいろいろクリエイティブな作業に使うっていう方の方がね、向いてるキーボードだと思います。あとね、このダイヤルも押したり回したりとかいろいろ割り当てられるし、さっきロジクールオプションでちょっと解説もしたんですけど、この F1 から F12 の横のこのスピーカーマークと、あとね、この点キーの上の4つと、ファンクションか。これはね、ボタンの割り当てっていうのも変えられて、ソフトごとに個別の割り当てとかもできるんで、まあこういうのはね、かなり便利なんじゃないかなと思います。これ現在の Amazon の値段が 19,618 円で結構ね、高級なキーボードにはなるんですけど、1日何時間もパソコンで作業するっていう人はね、こういう高機能なキーボードを使うと作業効率化できると思うんで、気になった方はですね、ぜひチェックしてみてください。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。